その昔、魔界、人間界、無限界が争いを続けていた時、神が一人の巨人を三界に落とした。巨人はその巨大な力で三界を破壊し始めた。三界の王は戦いをやめ、協力し選んだ二人の勇者を巨人に向かわせた。勇者たちは見事巨人を倒し、三界の平和は守られた。その時、勇者が持っていた剣の一つがバリスの剣、そしてもう一つがレーザスの剣。ルシアよ、あとどれぐらいで魔界は滅亡するのか。あの年で全て悪空間に消えてしまうでしょう。人間界か無限界のどちらかに移るしかないだろう。他に手があるからだ。村メシよ、魔界の者すべてが人間界か無限界に行けば必ずや争いになる。ラダよ、生物の進化は強者が弱者を踏み台にしてここまで来た。だったら神の意志じゃねえのかい。グラメス、どんな生き物もいずれ死ぬ。魔界もそれにしかり。話になんねえな。ここまでだ。魔界は俺が仕切る。反対する者はいるか。反対はいねえようだな。レイ。はい。人間界と無限界で俺たちに立ち向かえるのはロングレスとメガスを倒した女だけだ。バリスの剣を持つ優子ですね。その女のことを知りたい。死の国からロングレスを呼び戻せ。何かの役に立つだろう。俺の剣もバリスの剣のことが気がかりだと。チャム様、ラダ様がグラメスの陰謀でお亡くなりになりました。父上が。ラダ様より伝言を受けております。人間界に行き、バリスの剣の真の力を解放しろと。チャム様、グラメスの軍が間もなくここにも攻めてまいります。早く人間界へお急ぎください。我々の戦いは魔界に住む全ての者たちの命を守る正義の戦いだ。まずは無限界を我々のものにする。お前たちの命を俺にくれ。おお、こいつがバリスの戦士。